使用例、ベビースリングとは、乳幼児を手を使わずに抱いて、歩行、保持するための道具で、抱っこ紐の一種。幅広の布を保護者が、たすき掛けの要領で肩にかけ、柔らかくたわんだ部分でこう保持する。古くから使用されているが、構造が単純なこと、保護者の胸部にこう密着させて保持することで保護者とこの、双方に安心感を与えると信じられていることから、 近年人気が高まっている。商業用のベビースリングは1981年に小児科医のレーナガーナ医師が制作したリングスリングを80年代後半にアメリカのの助社が商品化したものが発端である。その後90年代に入ると数社のメーカーが創業した。 日本では80年代後半から一部の母乳支援団体が取り扱いをしていたが、2000年に3社がインターネット上およびリアルでの販売を開始した。幅広の布をリングベルトの容量で輪にし、幅広の部分でこう保持する。リングベルトと同様、サイズの細かな調整が容易にできる。輪のように縫い付けられた布製のもので、硬い部品を持たない。 2メートルから6メートルで、幅50から70センチメートルの布を、保護者と子がくるまれるように巻きつけたもの。欧米および、日本ではラップは、ベビースリングに含まないがスリング様の使用方法がある。2010年3月、米国消費者製品安全委員会は、首の座っていない乳幼児にベビースリングを使用する、場合には十分な注意が必要であると警告を、発した。 骨形成の未熟な子が、スリング内で首を過度に前屈することにより、気管が完全に折れ曲がって窒息する死亡事故が、米国内だけで過去に14件、2009年だけでも3件、起きており、ベビースリングの使用中は、頸部が過度に前屈しないよう注意し、顔色が常に確認できるよう、子が、スリングの中に沈んでしまわないように保護者は、留意すべきとしている。 このキーワードとして、ビジブルキッサブルを提唱し、普及に努めている。日本では、ベビースリングの安全性を検証し、正しい抱き方を普及するために2003年10月に、日本ベビースリング協会が発足した。協会では、日本省に股関節研究会と協議した結果、発育性股関節形成不全が多いとされる、日本人の新生児には、 ベビースリング使用時であっても縦に抱くように使用し、大腿部を開きかつ固定しないように抱く、新生児の基本抱きを提唱している。協会加盟メーカーを中心に2007年1月より、使用方法を統一して変更している。欧米では股関節脱臼のリスクについての認識は、低いため、日本だけの使用方法と言えるが、2007年頃から、ドイツでも、 同様の危機感を持って研究が進められている。協会加盟の製造メーカーに対しては、SG マークを取得するための強度検査と同様のものを受けさせ、SG マークと同様の品質基準であるかどうかを加盟の義務としている。加盟のベビースリングには、この検査を受けて合格した証として、SS マークマークをつけている。ベビースリングは、 SG マーク認定商品ではない。ベビースリングは個人でも製作することが可能である。手作りする場合は安全確保のため布の強度と縫製が重要である。リングスリングは布幅が7 0ンチ以上は必要であり、かつ9 0ンチ以下に収めるのが一般的である。リングは強度が確保されているものでなければならない。 アクリル製のものは使用途中で破断する事例が数多く報告されている。また、布を横断するように縫い目が入っているものは縫い目から破断する可能性がある。リングと布の厚みの関係が悪いと布がリング周辺で絡みやすくなり密着できなくなることがある。リングから垂れた布が短すぎたり長すぎるのは危険である。ベビーパウチは 目が詰まっていて伸びない生地が良い。布を横断するように余計な縫い目を入れると破断する可能性がある。ラップは装着した時に布同士をしっかり縛ってあるか密着するように装着できているかがポイントである。製造上の問題点よりユーザーの使用方法が安全を左右する。日本ではベビースリングは商標登録されている。権利者は アメリカのの助社であり、日本国内では、ベビースリングという名称を商品につけると、商標違反になる。スリングって、どこから来たの北極白熊堂メールマガジン、ハットインファントデスズプロンプト、c p s c オーニングアバートスリングキャリアーズ、フォーベイビーズ米国消費者製品安全委員会、診断と治療者チャイルドヘルス。 スリング安全なスリングを選ぶポイントと正しい使い方。ありがとうございます。